の、この本の中で漫画を描いていただいた安藤さんです。漫画を描きました安藤慶春です。よろしくお願いします。あの同じ高校だもんね。そうですね、僕が1年生の時に丹下さんが3年生。だから学年が違うと3年と1年だとまあ交流はまあないもんね。あの年の10代の2年で大きいですからね。大きいよね、だからほとんど存在は知ってるけど、もうだって学生服に長髪だからもうすごい目立つもんね。だって唯一公立高校で手工芸と、もう一個めちゃめちゃ頭のいい学校。ああそうですね、ね、あの制服もない学校、なんか旭川だっけ、菊里だっけ、とにかくクラス学校で1番か2番の人ぐらいしか行けないような、頭いいところの学校は校則全然なしで、俺の友達ね一人アフロがいたの、あのその学校でアフロ、高校生なのにアフロ、その頭のいい頭のいい子が、バンドやっててアフロで手工芸も OK だったから俺手工芸選んだよねそう、好きだった地元のドラッグクイーンっていうバンドがいて、で、まあ、コピーバンドオリジナルもやってたけど、まあ、基本的にコピーバンドで、L でライブやってて、見に行ったら、まあ、長髪のこういうカーリーヘアっていうの、でギター弾いてギターめちゃめちゃうまくてかっこよくて、いつも見に行ってて、ある日誰かにあの人高校生だって聞いたのね、でこんな高校生いるわけないじゃんっていう、そんなカーリーヘアの、で勇気出して高校生なんですかって聞いたら、あの手工芸の3年生なんですって言って、え学校でそんな挑発いいんですかって言ったら、校則も何もないような学校で、で全然これで大丈夫だよって聞いて、自分は中学3年の時にあもう手工芸しかないと思って。ああそうかそうか、丹下さんよりだいぶ先輩なんですね。そう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 、なんで手工芸だったの。僕、うん、いや僕もだから兄がバンドやってて、こう同じようなヘビーメタルの、はい、でやっぱあの頃ってヘビーメタルバンドって髪の毛伸ばしたいじゃないですか伸ばしたいで僕も兄貴の影響でギター始めて、で友達でバンド組んだんで、やっぱ髪の毛伸ばしたいなと思って、もう兄貴と同じ高校にしました。まああの当時は、まあ、メタルもいたけど手工芸はヤンキーが、そうですね、めちゃめちゃ多かったよね。ああまあ時代的っていうのはありますけど、ていうか、まあ、ヤンキーもそうだけど、あのメタルとかもごちゃ混ぜですよね、思考が。音楽やってるのも多かったし、そうそう、あれはさ考えたら、まあ、デザイン科っていうのもあったし、ちょっとデザイン科の特殊だね、おしゃれというか、ある意味、だからそういう、まあ、科もあったりとか、まあ、ヤンキーが多かったのはあれだよね、土木科みたいなそういう科が今土木科ディスっちゃダメだけど、だからデザインとかインテリアとか、まあその偏差値もなんかいろいろでしたもんね。そう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 。科によって。そう。高校の偏差値がこうだじゃなくて、その科によっても違いましたもんね。そう。あれインテリアだ。じゃあ丹下さんと同じです。俺がインテリアだよね。うん、インテリア。インテリアだね。うん、インテリアは割と、まあ、割と勉強できないといけなかったよね。確かデザイン科が一番上で、その次ぐらいじゃないか。そうそうそう。うん、そう俺はねデザイン科に行きたかったんだけど、絵を描くテストが一個読むにあって、で絵なんか描けるわけないから。っていうのでもう断念して、本当はまあデザイン科で何がやりたかったわけじゃないけど、なんとなく響きがいいから僕も本当はあの中学3年生の時にデザイン科志望したんだけど、その先生に成績がちょっと、はい、って言われて、はい、じゃあそのじゃあインテリアだったらいいんじゃない。インテリア、そうインテリアって本当は木工科なんですけど、ね、家具作ってるね、そう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 家具を、まあそんなような、まあ同じ高校に通ってて、でここでまたね、またもう一回つながって絵を描いてもらうっていう、そうね、うん、いや感慨深いですね、本当に本当にね。でこれがなかったらこうやって丹下さんとお話ししてないもん。そうだから俺ね、あの安藤さんが、まあ漫画で成功してっていう話ストーリー聞いて、でまああそうか、お兄さんの方はね俺普通につながりがあったから、バンドのそのつながりがあったから、普通に対バンとかしますよね。そうそうそう、だからお兄さんのあそうか弟さんそんな成功したんだっていう話聞いて、ちょっとなんかびっくりっていうのももちろんあったんだけど、あよかったなと思って、その話聞いた。その頃って僕の存在はご存知ですか。弟さんがいるのは知ってて、だけど漫画描いてるとかそんな全然知らないし。そうですね、
いや僕も別に高校の頃は別に漫画とか書いてないんで、そんな、そんな話聞いたことなかったから、そうそうそう、だから漫画家になったっていう話を飛ばしてて、うんうんうん、そこの話は聞いてないから、もう有名になったよっていう、そういうところで初めて聞いて、あ、そうなんだ、有名になったんだと思って、うん、でもその頃ってもうアウトレイジって普通にメジャーデビュー、まあ、まあそうだよ ね、 ね、変態仮面は1992年、あ、でも自分たちファイナルデーのちょっと後ぐらいだから、まあちょっとね、知名度も上がってきた頃っていうあれだよね、それなりに別のそのジャンル畑でやってきて、はあ、こうやって繋がるっていうのは嬉しいよね、嬉しいですね、嬉しい嬉しい、まあね、漫画もね、なんかもうものすごい似て書いてもらったっていうか、今回のね、なんか俺は書きづらいっていう話を、そう、前回聞いたんだけどね、前回からそうなんですけど顔が薄いからそう、薄い薄い、やっぱり特徴的なのは安井さんと阿部さんは書きやすい、あ、だから直樹くんも系統に似てるじゃないですか、まあそうだね、薄い系統、そうそう、薄い系統、まあ、阿部さんなんかは顔が四角かったりするから書きやすいっちゃうわけですね、まあ、安井さんはいかにも漫画のキャラみたいなね、そう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 、ああいう筋肉キャラとかいいですもんね、漫画にすると、昔はあんなんじゃなかったのね、そうですね、昔だってそのお兄さんのバンドと前をやってるような頃は細い安井さんだったから、あのそれこそ映画の、そう、あのそう、ね、映画の、ね、映画に出てる、そうそう、あんな感じですよね、映画の役者さんがやってる、ああいう感じに近かったけど、いつの間にかマッチョになっちゃってね、漫画で描きやすくなっちゃって描きやすくしてくれたの、そしてね、まあ俺たちもそうだけど、あの漫画の中の伊藤さん、伊藤正則さん、はいはいはい、あれはもうちょっと大笑いっていうか、 あれもだから、そうだから漫画今回もその打ち合わせしてした時に、じゃあどういう漫画にしようかっていう時に、その前回のトリプル X ボックスの4ページものであれはあのフィクションではあるんだけど、一応その日常の実際にあったことをヒアリングして僕が、はい、でちょっと面白いおかしく書いたっていうのがあって、はい、今回もそうしようかなと思って、映画の例えばあの、メンバー4人出てるじゃないですか、そのエキストラとして、それのちょっと裏話的な風に書こうかなと思ってたんですけど、どうもなんかハマらなくて、で今回ちょっとページ数も15ページぐらいで、ちょっとこういう、ね、映画にもなったっていう、こういうお祭り的な記念のあれなんで、もうちょっと盛り上げて突き抜けるような面白さ欲しいなと思って、で時にあの L にライブをちょっと見させてもらった時に、10月の下旬ですかあれ、初めてなんかあの会場でその映画の、CM ですか、あれ流したんですよね、はい、であの伊藤正則さん役 の、 あの俳優さんのシーンが出た瞬間、会場がざわざわざわってざわついて笑いとか起こって、あ、伊藤正則さん出すと面白いのかなと思ってそこでピンときて、はい、でじゃあで持って帰って、じゃあどうすればいいかって考えたら、急にアイデアがうわーって降りてきて、伊藤さんは書きやすいよね、ああでもね、あの似顔絵的には難しかった、あ難しい、難しかった、最初なんか、書きやすいかなと思ったんだけど、書けば書くほどちょっとこうなんか似顔絵の沼にはまるというか、どんどんなんか似なくなっちゃって、あれも結構時間かかりました、伊藤さんあれ喜んでた、喜んでたらしいですよ、喜んでた、伊藤さん喜んでた、だから伊藤さんもまあこういじられるのがねまあでもね、あれアウトレイジだから怒られないっていうのはあるかも、まあ伊藤さんと長いし、あの付き合いも、だからまあちょっとぐらいアウトレイジの、まあ、作品の、まあ、作品というかね、漫画の中でいじっても許されるっていうねいやでも自分的にはどうなのかなと思いつつも面白いものにしたいからいやあれは良かった、あ、そうですか、あれは良かった、ありがとうございます、よくぞ書いてくれたなっていう俺はそれぐらい思ったんだけど、まあ、あれはいいですよ、あ、そうです、あれ、まあ、まあ、クラファンのその漫画、まあ、漫画を見た人しか分かりませんけどね、まあ、そうだねそれがちょっとね、もっとね、世に広めたい気もするんだよね、まあ、ね、なんか今後そうだよね
まあ、今のところはね、もともとはクラファンの、その、協力してくれた方にということなんだけど、できたら何かの形で、なんかね、出したいよね、うん、俺はね、なんかね、あれをね、映画化してほしいんだよ。ああ、はい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 、うん、あれも僕、そのね、ちょっと前にあのマチェーテ3のミュージックビデオ、はい、あのアニメーションの、うんうん、あれの要素も入れてあるんですよ。だから、ああ、要は最初のあの、はい、扉で2ページ目の最初のメンバー4人が映画見てる姿あるじゃないですか、はい、4人が、はいはい、あれまんまマチェーテ3のミュージックビデオの絵を真似てるんですよ、はいはい、気づきました。気づかなかった気づかなかった、うん、そこからもマチェーテ3始まってるんですよ。ああ、実はそうか、いやそこまで深く考えてあるんだ。そうです、そうです、そうです、そうか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 。でもね、あんなにね、まあよくかけてあるし、伊藤さんもいじってあるし、うんうん、本当にたくさんの人に見てほしいなと思うけど、まあそればっかりはね、まあ、なんか機会でね、まあ、そうですね、出ればいいかなと思います。で、まあ、まあ安藤さんね、はい、映画も見てもらったと思うけど、はい、まあどうでした。うん、いや自分は、まあ、もちろんそのアウトレイジっていう存在も知ってるし、昔から知ってるっていうのもあって、ああ懐かしいなこのシーンとかそういうのもありますけど、でもさ、普通にそのエンターテインメント作品として、まあこれは今回その なんていうのか、アウトレイジを知ってもらうためというか、別にヘビーメタルとか好きじゃなくてもいいし、でそのアウトレイジもちろん知らなくてもいいし、そういう人が見れるような作りだからすごくいいなと思いましたね。まあ広がっていってほしいよねこれで、本当に、うん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 、もちろん映画広がってアウトレイジも歓迎されればいいと思うけど、でもそうじゃなくても別に映画として広がっててくれれば、うんうん、そうそう、別にそう、ああこれでヘビーメタルが好きになった、アウトレイジが好きになったじゃなくても、なくてもいいよね。そうそうそう、うん、俺もね、その別の何、若者たちのこの夢を追いかけていくっていう、はい、その何かこう通ずるものとかさあったりもすると思うんで、まあエンターテインメントの ね、 ね、映画の映画として普通に楽しんでいただけるし、まあそういう感じで広がっていけばまあいいのかなというふうには。そうですね、うんうん、でもあの映画のシーンでランマルさんという人が、まあ、要は先方役、はいはい、伊藤勝人さん役の人がダイブするのはね、多分ね、ナイトメアでやった時だと思う。あのハートランドの、うん、多分、だと、そうですか、だと思う。全然記憶ない、見とったのよこれ、うん、だと思う。へ、あ、でもそのまあ 100% そうか自信だけど、多分そうだと思うんだけども、うん、まあ、その伊藤さんが抜けて、一緒に、まあ、ナイトメアとライブやったことによって、まあ、直樹の存在というか、俺はね、あんまり直樹の、ね、存在知らなかったの。その、は、その歌がうまいなみたいなぐらいの感覚はあったんだけど、ものすごいじっと見たことなかったんだけど、でもそれ一緒にハートランドかなんかだよね、はいはい、やったの。その時にまじまじと見て、あ、歌がうまいんだねって本当にその時初めて。で、まさか、まあ、ナイトメアがどういう状況か全然知らないんで、まあ、その先方が抜けるっていうこともその時は決まってないし、あ、そういうシンガーがいるんだっていう認識はその時初めて知って、あの時点ですそれほど交流とかあんまありませんでした。なかったんですか。あったけど、あ、だからバンド的にはなかった。そうそうそう、バンド的、あのね、あの安藤さんのお兄さんは交流があったんだけど、なお決まりは、だからその陽介くんの人のクラスにそのナイトメアのドラムがいたから、そう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 、結局そういうことなんだね。あ、そうそう、うん、だから直樹まではつながってなくて、で、その一緒にやった時にまあつながったというか、まあ、認識したのかな、こういうシーンがいるんだねっていう感じ で、でまさかでもそこで、まあ、バンドにっていうふうには思わなかったんだよね。うん、まあ先方さんがね、まだその時いたから、でまさかそのまこうバンドのボーカルになるとは想像もその時はねつかなかったね。まあでもね、本当にそういうなんか不思議な縁があるよね。そうですね、これって本当縁ですよね。うん、不思議な縁が、うん、まあありがたいことにそこで、まあ、またアウトレイジ、この直樹と
はい、安藤さんは別にコンタクト取ってることはなかったよね。ああ、僕はないですよ。ないよね。まあ、兄貴とです、ね、うん。とりあえず直樹が戻った時にお兄さんと直樹はコンタクト、そんな場面には取ってないよね。いやちょっと僕は分かんないんで、直樹君の方から何度かあったりもしたのかな。あでもここでまたねぐるっと一周回って、アウトレイジというバンドが35周年迎えて、そこで、その、まあ、ナイトメアもそうだし安藤さんもそうだし、まあ、志向芸という関係もあったりとか、そういうのが全部まあつながってきたっていうのは面白いんですよね。面白いですね、うんうん、またね次何か、まあ、40周年の時にまた何か書いてもらえれば、まあもちろんそんな あの盛り上げますよ。うん、俺たちもね、まあ、40周年目指してやっていかなきゃいけないんで、そうですね、はい、まあ、その時に何か書いてくださいと、はい、了解です。書きます。丹下さんと話させてもらって、はい、要はプロット段階でもう絵が全く見えねえみたいな、はい、監督も見えてなかったですか。いや俺はそんなことないですよ。あよかった、はい、よかった、もう誰も見えてねえ状態だったら怖く、もうおっかねえ作品やと思って。